どうも、青春の曲はフローのカラーズ、サボリーマンです。アニメコードギアスの放送から早くも17年が経過しました。今回はコードギアス反逆のルルーシュ R2 より HG35/1 グレン聖典8曲式を作って見ていきたいと思います。パッケージはめちゃくちゃかっこいいフルカラーになりますが、プレ版限定キットになります。一時予約で購入しました。2023年5月19日発送分、お値段税込4730円、対象年齢は15歳以上となっております。普段は組み上げたらすぐパッケージは捨てるんですけれども、このランスロットアルビオのパッケージはかっこよくてついつい取っておいてしまいました。2つ揃うと圧巻のパッケージアートになってますね。これはめちゃくちゃかっこいいぞ。パッケージの側面はこんな感じ、めちゃくちゃかっこいい。パイロットは光月カレンが登場するナイトフレームでございます。もちろんのごとく完全新規造形での立体化になります。メインカラーの赤とオレンジと右手ワームゴールドにはグロスインジェクション成形のパーツが使われているそうなので、詳しく見ていきましょう。武装の名前が異常に長いキット、オープン。1、2、3、4、5、6、エナジーウィング。説明書、ビニールから開封して内容物を並べてみました。ランナー合計13枚使われています。完全新規造形で作られていて、ランナーのタグには2023年製の HG グレン聖典8極式と記載が入っています。ランナーを詳しく見ていきます。多色成形のランナーは1枚、オレンジイエローのパーツはわずか5パーツで、グロスインジェクションが使われています。メーザーバイブレーションソードの刃のパーツにはメタリックレッドのような成形色が使われていました。美しいですね。胸部のグリーンはクリアグリーンのパーツで再現がされています。続いてグロスインジェクション成形のレッドのランナー、合計4枚、色のトーンが明るいレッドというよりもココアブラウンが混ざったような少し落ち着いた色合いになっております。その他にマットな質感をしたダークレッドのランナーも2枚、かなりトーンが落ち着いたワインレッドのような色合いになっております。フレーム類のランナーにはダークグレーの成形色、あとネイルパーツのゴールドのランナー、その他にメタリックブルーとホワイトのランナーが1枚ずつ。ポリキャップは2002年製の PC7、 右腕の射出飛行状態を再現できるリード線、エナジーウィングは大きいものと小さいものが2枚ずつ、あとホイールシールとジュエルシールが1枚ずつ付属。説明書はとっても嬉しいカラーでございます。このイラストもめちゃくちゃかっこいいですね。表紙以外にもカラーのページがかなり多くなっております。武装類の解説も丁寧に記載が入っているので、ファンの方はかなり楽しめるのではないでしょうか。カラーガイドはこちら、合計8色、完全新規造形になりますが、余剰パーツはネイルランナーから1パーツのみ発生します。グロスインジェクションが使用されてはいますが、アンダーゲートは特にはありませんでした。それでは組み上げてランスロットアルビオンと並べてみていきましょう。まずは頭部から、次はパーツ分割による色分け再現がされていますが、ホイールシール補填が付属するので貼ってみました。こんな感じ。頭頂部にもメタリックオレンジのようなホイールシール、グロスインジェクションと通常の成形色の質感がマッチしていい感じになっていますね。側面に耳のようなパーツを取り付けたら頭部が完成でございます。レッドのパーツはグロスインジェクションが使われ、ワインレッドのパーツはかなりマットな質感。グレンの面影はありますが、両耳がかなり大型化され、少し違ったシルエットになってきています。グロスインジェクションということもあり、ゲート跡は比較的目立たない箇所に配慮はされてはいますが、アンダーゲートではないので少し目立ってしまいます。次は胴体、 HG ということもありかなりシンプルな構造をしています。内部の作りはこんな感じ。ポリキャップはほぼ使われておらず、フレームは KPS 素材、外装パーツは左右から挟み込んでいく。胸部のグリーンのパーツはクリアグリーンのパーツの下側にシルバーのシールを貼り付けることで光を拾うような作りになっています。頭部付け根のパーツは2パーツ構成、ボールジョイントによる接続。コックピットもツヤツヤとしています。特に開閉ギミックなどはありませんでした。コックピットブロックは背面にドッキング、こちらがエナジーウィングを装着できる背面のユニット、かなり大ぶりになっております。反対側にはミサイルポットのディテールが入っています。ですが色分け再現とは特にはされていません。使わない時はカバーを取り付けておきます。特に開閉ギミックとはありません。完全に取り外し式。大型のユニットはコックピットの後ろ側に接続をしていきます。胴体はこれで完成でございます。湾曲した面が多いので、かなりグロスインジェクションが映えるキットになってますね。ギラギラと光っていてめちゃくちゃかっこいい。デザインとしてはかなり前後に長い作りをしています。合わせ目箇所は1箇所、ユニットの側面にまっすぐ発生します。コックピットブロックのパーツにも合わせ目が発生しますが、ここは段落ち処理がされていました。可動域も見ていきましょう。頭部の付け根はボールジョイント接続で、前後左右に柔軟に可動。基部のパーツは2パーツ構成になっているので、付け根のパーツも大きく前後に動かせます。腕付け根のフレームは KPS、 若干ですが角度を変更できます。胸部にも可動ポイントが入っていて少し可動します。頭部の取り付けはボールジョイント、結構固め。うお、女性っぽいシルエットでかなり小顔になっております。流線的なデザインがめちゃくちゃ美しいですね。
次は特徴的な右腕、上腕部から肘関節にかけての作りはこんな感じ。肘から下の前腕部は腹斜推進型自在可動優先式右腕部というかなり長い名称になっております。展開する肘関節は軸とポリキャップによる接続、右肩には鋭いスパイク、対象年齢は15歳以上なのでかなり尖っています。肩幅外装パーツはワンパーツ、ボールジョイントに接続、腕への接続は軸、ポリキャップは使われていません。ハンドパーツはネイル部分がかなり大きめで、こちらグロスインジェクションのパーツが使われています。ゲート跡の配慮はされておらず、側面には切り出した跡が結構目立ってしまいます。手のひらの赤い部分はジュエルシールを使用して再現がされています。指のパーツは5本とも別パーツ化され、根元はボールジョイントで独立して稼働します。ハンドパーツは軸による接続、個性的な武装を装備した右腕部はこれで完成。肘関節はクランク状になっていて、展開をしてみるとこのぐらいまでまっすぐ伸ばすことができます。その他にワイドレンジの腹斜波動のパーツも付属し、手首のパーツごと外して前腕部のパーツを一部差し替えることでワイドレンジの腹斜波動を再現することもできます。ネイルパーツはそれぞれ5本とも肉抜き穴が発生、正面から見るとロッド部分の内側には肉抜き穴が発生するので、ここら辺が少し目立ってしまいます。合わせ目は前腕部にまっすぐ発生、半分は段落ち処理、もう半分は合わせ目がくっきりと発生します。可動域も見ていきます。肩アーマーはボールジョイント接続であまり動きません。腕付け根のフレームのパーツは上に上がり、さらに側面に動きます。少し変わった形をしていますが、肘の曲げは限界でこのぐらい。ハンドパーツは軸でロールし、手首は C 型ジョイントで接続され、かなり大きく角度をつけることができます。胴体と腕の間にはスラッシュハーケンを挟み、胴体は軸で接続をしていきます。左腕も同様にドッキング、上半身まで組み上がりました。右腕と左腕では結構造形が違い、肩アーマーの形も変わってきています。合わせ目箇所も多めで、肩アーマー中央にはまっすぐ合わせ目、肘の関節フレームも左右で挟み込むため中央にまっすぐ合わせ目が発生、前腕部外装パーツも挟み込むため中央に合わせ目が発生します。肘の曲げは二重関節になっていて、しっかりと折り曲げることができます。さらに前腕部はボールジョイント接続のため、肘から下はとても柔軟に角度を調整することもできちゃいます。あとハンドパーツに関しては握り手と開き手の2種類が用意されていました。次は足部、関節フレームの構造はこんな感じ。ヒールのパーツは簡易的な作りをしています。つま先にも可動ポイントが入っています。アンクルガードはワンパーツ、挟み込むようにして取り付けていきます。膝から下のすねのパーツはかなり簡易的な作りで、足首にボールジョイントで接続をしていきます。こちらがナイトメアフレームおなじみのランドスピナー。タイヤのパーツは回転しますが、特にゴム状のパーツは使われていません。通常のプラ材、センターにはぐるりとパーティングラインが発生します。ランドスピナーのパーツも足首に接続、フレームの根元が稼働するのでランドスピナーの展開状態も再現できます。収納する際にはすね外装パーツの裏側にぴったりとはまる作りをしています。大腿部外装パーツは左右から挟み込む、特にフレーム等は入っていません。ゲテモノ感あるデザインの脚部はこれで完成。合わせ目箇所は大腿部のみで、正面にまっすぐ発生、背面にも一部のみ合わせ目が発生します。足裏も特に肉抜き穴等は発生しません。可動域も見ていきましょう。足付け根は半回転し、上に90度まで上がります。膝の曲げはランドスピナーの収納状態だと限界でこのくらい。ランドスピナーを展開してみると干渉する箇所がなくなるので、限界でこのぐらいまで曲げることができました。デザイン上仕方ありませんが、ランドスピナーを展開するとすねの外装パーツは結構ペラペラに見てしまいますね。足パーツは側面に可動、つま先は可動に制約がありますが、若干ひねることができ上下に動きをつけることもできます。ヒールのパーツは固定されていて可動は入っていません。腰部はパーツ点数が少なめでかなりシンプル、組み上げてみました。この腹部らしきパーツは可動が入っていて左右にスイング可動します。股関軸のパーツも左右で分かれていて下側に引き出せます。足パーツの接続は軸、ポリキャップは使われていません。下半身と上半身は大きめのボールジョイントでドッキングをしていきます。とりあえずの本体が完成しました。エナジーウィングは取り付けていない状態になります。全体的に尖っていて結構化け物感のある見た目になっていますね。右腕のデザインが好きな方も多いとは思うんですけれども、僕はこの胸部のデザインがたまらないですね。とても美しい。ランスロットアルビオンと比べると背面のパーツが大型化されているので少し後ろ側に倒れやすいかなとは思いましたが、安定して自立をしてくれます。次はエナジーウィング。このクリアの素材は PET 素材が使用されています。2枚の PET 素材のパーツを組み合わせたらエナジーウィングの完成でございます。この PET 素材のパーツはランスロットアルビオンと同じなのかなとは思ってはいましたが、こちら新規造形で作られています。若干デザインが異なっています。
ウィング付け根のジョイントアームには一部合わせ目が発生します。エナジーウィングの装着はこの収納状態のパーツを外して差し替えていきます。パーツを外すとダボ穴が露出。このダボ穴に軸でエナジーウィングを装着していきます。エナジーウィングを目いっぱい広げたら、公式には45センチ横幅があると書いてありましたが、ぴったり45センチありました。ランスロットアルビオンは羽の枚数が合計6枚でしたが、グレン晴天八極式は合計8枚になっています。ウィング基部のパーツは合計3箇所稼働ポイントがあり、この可動域で突撃形態など自由度の高い動きを再現することができます。さらにこの可動域を生かして前方にウィングが畳めるみたいなのでやってみます。エナジーウィングを前方に持ってきてみました。ジョイント部分がかなり柔軟に動いてくれるので、とても動かしやすいです。最後に武装類を見ていきます。まずはメーザーバイブレーションソード。刃がメタリックレッドの通常のものと、プラモオリジナルの収納状態の2種類が付属します。つかのグリーンにはホイールシールを貼り付けています。専用の握り手ハンドパーツに持たせてみました。ピンで固定されるので安定して保持できます。続きまして、鞘に収めた納刀状態のメーザーバイブレーションソードをリアーマーの後ろ側にマウントしてみました。こんな感じ、おまけのような感じではありますが、こういったものが付属するのは地味に嬉しいですね。次は胴体と腕の間に挟まれているスラッシュハーケン。このスラッシュハーケンは正面に回転をさして向けることができます。回すと少し嫌な音がしますね。攻撃状態を再現してみていきます。まずは取り外して内側のパーツを差し替えてスラッシュハーケンを開いていきます。リード線はすっぽ抜けたりせず、パーツにぴったりとはまります。本体に接続をしてスラッシュハーケンの射出状態を再現してみました。こんな感じになります。スラッシュハーケン自体はあまり重さがないので、しっかりと角度をつけてもあまり垂れ下がってはきませんでした。あと副射推進型自在可動優先式右腕部も着脱して飛ばせるので見ていきましょう。腕の方は専用のジョイントパーツが用意されていて、アクションベースに接続をして安定してディスプレイができます。リード線の長さは説明書通りだと26センチあるので、結構長さが確保されています。武装類やギミックが豊富で、遊べる幅が広いキットになっていますね。HG グレン晴天八極式完成しました。付属品見ていきましょう。武装類はスラッシュハーケンが2つ、メーザーバイブレーションソードは通常のものと納刀状態の2種類が付属、ワイドレンジ攻撃を再現できる差し替えパーツ、その他に4種類のジョイントパーツ、左手のハンドパーツは開き手と武器持ち手の2種類が付属、余剰パーツはネイルパーツが1つのみ発生します。以上が一式になります。それでは本体を詳しく見ていきましょう。それでは可動域から見ていきましょう。まずは頭部から。頭部はボールジョイントで接続されていて、首の基部は前後に可動。顎を引いてみるとこのぐらい、上を見上げてみるとこのぐらい。横へのひねりは両側面の外装パーツが大きくて干渉してしまうためあまり動きません。胸部にも可動ポイントがあり、前後屈の可動はこのぐらい。さらに腹部の可動と合わせると側面に大きく振ることもできます。上半身のひねりは腹部は回転しません。胸部のパーツがこのぐらいまでひねれます。腕付け根のフレームは前方に引き出すことができ、さらに上に上げることもできます。肩アーマー付け根はよく稼働し、腕を広げて上げてみるとこのぐらいが限界でした。続いて足の開きも見ていきます。股関節根元は軸接続、サイドアーマーはないので特に干渉するものはなく、90度まで足は開くことができました。エナジーウィングがあるので膝立ちをさせることはないとは思いますが、いつものルーチンワークなのでしていきたいと思います。上半身の稼働も優秀ですが、下半身もしっかりと動いてくれます。グレン晴天八極式の膝立ち整いました。 HG なので簡易的な作りではありますが、可動ポイントが非常に多く、とてもよく動くキットになっています。特に腹部から胸部にかけての可動が素晴らしいですね。本当に柔軟によく動いてくれます。続きまして、公式の完成見本と素組みを比べてみていきます。キット本体にはホイールシールと副射波動照射部のジュエルシールが付属。完成見本はネイルの塗装がされていますが、その他見る限りだとほぼ成型色が使われているのではないかと思われます。
ほとんど完璧に色分け再現がされ、グロスインジェクション成形が使われていることもあって、パチ組みするだけでこのクオリティのプラモが完成するのはいい時代になりましたね。一手間かけて副車ハードのフレームをメタリックカラーに塗装するだけでもだいぶ印象が変わってきそうです。次はグレンの1年前にプレ版から発売された HG ランスロットアルビオンと並べてみました。ランスロットアルビオンはグロスインジェクションなどは特に使われていませんが、お値段はグレン晴天8極式と550円しか違いません。そう考えるとグレンはこの完成度と成形色で税込み4730円はかなりお買い得なキットに見えてきますね。胸部や脚部のボリュームはグレンの方がだいぶごつくなっていますが、前後は同じぐらいで、開発時期もほぼ同時期ということもあり、基本的な構造も変わらず似たような作りをしています。エナジーウィングを展開して2体並べると迫力があり、とてもディスプレイ映えしますが、かなりの面積を圧迫します。エナジーウィングのフレーム構造はランスロットは固定であまり動きがつけられませんでしたが、グレンのフレームはフレキシブルに稼働し、本体に合わせて躍動感のある動きがつけられる作りをしているのも魅力的でした。次は大きさ比較の参考に HGUC のリバイブガンダムと MG の F91 バージョン 2.0 と並べてみました。通常の HG サイズよりかは大きくて、 MG よりかは小さいサイズ感です。この35分の1のサイズ感は手に取ってみたら分かりますが、とてもちょうどいい。半年ほど前にメタルビルドのグレン晴天八極式の動画を作りましたが、かなり大きさがあり、取り回しに気を使ったり置き場に困るので、個人的には HG のサイズ感がいいかなと思いました。グロスインジェクションも綺麗で、価格に見合った完成度だと思います。欠点は特にはありませんが、この調子で来年あたり新機能も HG 化してくれると嬉しいですね。以上がリベになります。参考になりましたらぜひ高評価、チャンネル登録お願いします。最後までご視聴くださりありがとうございました。